ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ秋の月9日目、やほーい、よしよしやほーい。さあということで今日はね秋の月9日目なんやけど、はい、これね秋の一大イベント収穫祭、大きな鍋に好きなものを入れてみようってことで、場所原っぱ広場、時間は10時から18時、結構長い間やるよね、まあ、そんなもんかあ、てかさ思ったんやけどね、あのこのどこ、このステータスのとこのさ一番下にねミミコおるんやけど、あゆの牧場、え、ミミコはもうあれなの、あゆの牧場の仲間なのいやなんかずっとマップ上に出てこんなって思いよったんやけど、まさかの、しかもいつも牧場におるんよねとか言ったけど、まさかの牧場で飼ってるみたいな感じな初めて知ったんですけど、てか妊娠全然できんくない、いつできるの、さすがにあれかな、花はちゃんと咲くかな、どうよ、あ、咲いた、なでしこ咲いたよ、ちょラムちゃんラムちゃん、やっと咲いたよ、ふう、でもこんだけ時間かかって咲いてもあれなんやろうな、花やけん一回で終わりってことよねきっと、つらいほらやっぱ花は何回でも再生したりはしない、くそー、まあ、でも一応これでねラムちゃんにあげれる分できたけん一個私に行こう。あれ今日イベントの日やけどさ、ラムちゃんはここは通らないのか、ランチも来てない気がする、いつもどれぐらいの時間通りかかりよったっけ、全然忘れたわ、ちょいと待ってね、よいしょ、でまあ入れる食材はさつまいもでいいとして、はい、さあこれってん、やっぱり二人ともおらんね、全然こんけど、ラムちゃん、どこだい、家にいますか、いない、え、全然おらんやん、え、みんな、みんなは、ラムちゃんの部屋めっちゃ可愛いんやけどめっちゃ可愛いんやけど、え、もしかしてみんなもう集合してないよね、え、どこ、え、ラムちゃんおらん、あ、おった、原っぱ広場におるわ、ちょ待って原っぱ広場行こう、あ、どうも、すっかり秋だね、原っぱ広場、原っぱ広場、とりあえずこっちから直接行けるけんこっちからでいいや、ミミコは今日はいないのかい、いないな、てか昨日もおらんかったんや、あ、おったー、こんなところに、やっほー、まああれよね、自分とこで飼いよる犬ココアもあれやし、そりゃマップには表示されんよね、なでしこあるよ、あ、そっか渡さんといかんのか、ね、なでしこなでしこ、はいどうぞ、やったーもらっちゃう、何かあったらまたお願いするね、のび太お兄ちゃん、今もらったやつはナズナ、かわいいかわいいよ、ブツブツ交換や、ブツブツ交換、さあそれじゃあ10時までお昼寝しましょうか、と、はい、おやすみ、よっと、よし、何ミミコずっとそこにいたの、はい収穫祭開始、どういう料理なんやろ、カレーっぽい感じ、お鍋っぽい感じ、なんかよくわからんけど、どうも、今日は収穫祭の日だ、食材を鍋に2つ入れてくれ、一度入れると戻ってこないぞ、あ、二つか。ちょっと待って。あ、でも卵があるけん。さつまいもと卵入れよ。とりあえずこれを鍋に入れて、で、卵。どう？よし、みんな鍋に食材を入れたね。入れた入れた。出来上がるまでちょっと待ってね。やっぱ変なもの入れとったりとかしたらあれなんかな、
あの得体の試練失敗作の料理とかさあできたよ。食べて。こんだけの人数少なくね。え、村の人全員とかじゃないの集まるの。いただきます。ずっと今寄ってきてない人いっぱいおるよね周りにどうかな、どうした、普通かなしかし普通が一番いいというものだ。だってさっきさ端っこの方にトランさんおったけど今ここにおらんもんね。そうだね、美味しいよ。だけどもっと美味しくするにはどうすればいいんだろう。そうね、お鍋に合いそうなものを入れるのが良さそうじゃない。それじゃあとなると白菜とか人参とかかな。ごめんね、人参はできてないんだ今。魚や調味料も入れるからいろいろ試してみるといい。もう一回作ろうぜ。え、もうお腹いっぱいだよ。もっと美味しい鍋は来年楽しみにとっておこうよ。仕方ないな。てかいっぱい残っとるけんさ、これをどうするんよね作り直しって来年もお願いします、レスターさん。なに、レスターさん。うわ、もぐ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 、めっちゃ食いよりやん。食べるのに夢中みたいだねごちそうさまでした。きっと主催者であろうレスターさんが一番食べてるけど、言う意外と楽しい祭りだったでしょ。またね、来年も参加してね。さあこれで初めて収穫祭に参加した。やったねやったね。おみみこ、ここにも来るの。マジで牧場内だけにおるわけじゃないんやね。じゃあその辺あれか、ココアとちょっと違う感じ。石材を探してるんだけどよ、のび太持ってたりしないか。ダイヤ、ダイヤモンドと交換、めっちゃいいやん。そうか、頼まれてくれるか。秋の月23日までにお願いしたいんだ、よろしくな。今は持ってなかったんかな私。ちょっと待って、取ってくるわ。ちょ、急いで取ってくるわ、待ってて大変大変。石材なら私腐るほど収納箱の中に入れてるんだ。あ、間違えたこっちじゃない出荷箱やった。あ、てか雑貨屋さん閉まったかな。この時間じゃ閉まっとるか。よいしょ、ちょっと待って。シーゼンタウン東閉まったかな、やっぱり。あ、一応開いてる。どうも。そう、お買い物しに来たの私。さつまいもの種を、さつまいも？あっとるよね。12個ください。よし。なでしこはどう、あ、でも、まあまだ9日目か。じゃあ全然、はい、育てよ。これぐらいで OK かな。OK。秋はお腹空いちゃう、食欲の秋だからね、やっぱり。ってことで、原っぱ広場に移動。ん？静香ちゃんもいるのか。あ、石材手に入ったよ。ちょっと待ってね。石材。はい。どうぞ。ありがたくもらうぞ。ありがとう。のび太、またお願いするぜ。やばすぎじゃない？やばすぎじゃない？ダイヤモンドもらった。やったね。石材とダイヤモンド交換とかさ、どうした、気前良すぎやろ。恐ろしいわ。エビで鯛を釣る波に。恐ろしすぎだわ。あ、違う違う。斧とか絶対いらんやん。よしよし。散歩中なの？あ、初めてウサギと仲良くなった。やったー。やっとウサギとも仲良くなれたのね。他の動物たちのはちゃんとついたんやっけ？どこやった？あ、スタンプ。あ、あとリスか。なるほどね。クマはなっとんよね。じゃあ、あとリスと、猫と馬。でも馬はね、馬はまだちょっと、私、馬小屋が完成してないけんさ。ってことはリスどっかにおらん？おらんかったんかな？リス、おらんね。おらんね、全然。なるほど。誰か立っとんかと思った。
とりあえず種をまいて、で種どこ行った、これか、は種をまいて、でもこれ負けんかった部分は普通にさなかったことになるけんいいよね。はい、これで全然範囲違うんやけど、どういう範囲になるんですか、全く。なんかこういうのさ、前までやったらめっちゃ全然関係ないとこに巻いた分はそれはそれでなくなりよった気がするけど、全然なくならんけん助かる。さ、じゃあ水をやって寝ますか。結構夜遅くまで空いてる雑貨屋で助かるね。とかあの雑貨屋さんいつも思うけどさ、開く時間遅いよね。夕方ぐらいから開店することない？え、確か。確か。てか、え？あれか、さつまいもって一回で芽が出るんか。早っ。めっちゃ早っ。そりゃあれやね。あ、てか、ちょっと待って。若干寝た方が良さそう。今めっちゃふらつきよったよね。ふぅ、あぶねえ、あぶねえ。よいしょー。そっちの方向じゃないんだ。よし、オッケー。さあ、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ダイヤモンドとかさ、まだ全然掘れるところまで、私、しか、掘り進めてないんやけど、あんな簡単に手に入ると思わんかったね。やばすぎる。